こんにちは。センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第30回を始めたいと思います。よろしくお願いします。30回ですよ。予告ではあと10回で完成するみたいな話ですけどねじゃあ、続けていきたいと思います。構造体のメンバーですね、インスタンスメンバーへのアクセス、特にフィールドがどういうふうに行われるのかっていうのを前回確認しましたね。で、まあ概要としては、どれだっけ、これだったかな。あ、そうですね、これですね。こいつの IL 間違えたかな。あ、どっか行ってしまった。IL よいしょ、これですね。で、今 IL コンバーターとしてないのがロードロック A とイニットオブジェ、そして ST フィールドもなかったような気がしますね。なので、このあたりを、まあ、対応していくと。LDC IOS もなかったかな。まあ、ちょっと、まあ、順番に確認していきましょう。じゃあまず、ロードロック A ですね。ロードロック A.S ですね。これの方を、確認していきたいと思います。IL コンバーターのロードロックコンバーターですね。よいしょ、これかな、はい。で、今の実装は共通部分を UTT に逃がしてあって、でロードロック0123までですね。で、ロードロック AS ですね、欲しいのは。まあ、なのでないので、新たに作りますと。じゃあ、同じような感じでですね、とりあえず例によってコピーページ作ります。ロードロック AS コンバーターですね。で、オプコードも、オプコードも、ロードロック AS ありますね。これです。これに対応させると。で、これはオペランドがありますね。オペランドがありますね、これ。で、これ、インスタンスって書いてありますけど、実際にはこれインデックスのはずなんですよ。ローカルの。ローカルのこの0を表しているインデックスのはずです。まあ、一応このロードロック AS をもう一度ちょっと確認しましょう。前回も見たはずですけど、あ、これ違います。見たはずですが、ロードロック A、 これですね、はい。この形式見ると、まあオープンコードは12、まあ、これはオープコードから、オープコード構造体から取ってくるので、まあ、多分自動的に対応されている。で、オペランドがアンサインドイント8になってますね。で、まあ、もうそろそろもう分かってると思いますけど、このドット S ってついているものは、こう、短い形式の、インデックス番号がオペランドに指定されるみたいな意味が、このドット S に含まれているということですね。で、ここに一応書いてありますね。ロードロック AS 命令は0から255のローカル変数で使用するためのエンコーディングを効率的に実行しますということですね。まあ、アンサインドイント8なので0から200、あ、225ですね、これ。そう、あ、そういえばそうでしたね。0から255ではないんですよ。これが微妙なんですけど。0から225までのローカル変数で使用するためのエンコーディングを効率的に実行しよう。まあ、とりあえずですね、オペランド の長さ、型の長さは、その、アンサインドイント8、まあ、つまりバイトですね。で、得られるということが分かったので、まあ、それを、元に対応していきましょう。そう、225なんですよね、あれね。何なんだ、何でしょうねみたいな。まあ、なんか都合があったんでしょう。よくわからないですけど。で、こいつらは上のこの辺ですね。ロードロック3とか
2とか1とか0とかは共通で外出ししたこのロードロックコンバーターユーティリティーズのアプライを呼び出すように直していました。で、単純にまあこうしたいとこなんですが、今これ呼び出してるか、このアプライを呼び出したいところなんですが、まず一つはこれですね。このアプライに渡すローカルインデックスがオペランドとして指定されなければいけないので、感覚的にはこういうことですね。こういう感じになって、このインデックスを渡すみたいな、こういう流れですね。で、まあ、強いてあげるなら、インデックスは、225でしたっけ、225までですね。225までなので、225を超える場合、こうですね。こういう場合は、インバリッドプログラムシーケンスエクセプションと。で、インデックスオーバーフロー。ロードロック A ですみたいな感じにしておきますか。どっかに例外の例ないかな。ここにはないですね。何をしようとしているかというと、例外な投げているところと同じような感じにしたいと思っている。こんな感じ。これを持ってきて、そうですね、出したい情報が、IL バイトインデックスと、それから、ローカルインデックスでいいですかね、1ぐらいかな、こんな感じですかね。あ、これじゃあ具体的にこういう名前にしておきましょうか。はい、まあ大体こんな感じですね。225を超えてたら、まあこれは明らかにそのオプコードとしておかしい。そのデコードはうまくいったけど、得られたあのオプコードというかオプコードに対応するオペランドが間違っているので例外をスローすると。で、まあそうじゃなければ、この命令は、適用できるはずなのでアプライしたいんですが、ここに2つ問題がある。まず1つはこのアプライがこのバイトを受け取らなければいけない。で、こいつはですね、今このインラインダウンコンバーターを継承しているから受け取れないんですよね。で、前、バイトの値をオペランドとして受け取るやつを作ったかどうかですね。イント。お、S バイトありますね。ショートインライン BR ターゲット、ショートインライン I1。ちょっとオペランドタイプ確認してみますか。これで、ショートインライン I、8ビットインテジャーですね。インライン I、インライン BR ターゲット、フィールド I、これ32ビットって書いてあるんですね。こいつは64ですね。メソッド、NOW5I、R、ファイ、そういえば、あれですね。なんか、この間のドットネットコンフでも、ちょっとだけ、内輪ネタというか、話題に上がったんですけど、一体これは何だろうみたいな。今使われてないみたいなんですよね。一体何だろうなみたいな話してました。まあ、脱線するんで、ちょっと置いておきます。で、あと32、これはトークンですね。で、これのタイプトークンですね。で、このバーは16ビットって書いてあるんですけど、まあ多分違いますね。これはショートインライン BR ターゲットなんで、どちらにしろ BR ってついてるぐらいなんで、まあ多分違いますね。そうなるとやっぱりこれかな、ショートインライン I ですかね。でもこれ、8ビットは8ビットだけど、なんか符号ありみたいに見えるんだけど、いいのかな。
ショートインラインバー。The operand is an 8-bit integer containing the ordinal of a local variable or an argument. アーギュメント間違いかな。なんか違うかな。実際にやってくるあのオペランドタイプを見た方が確実かもしれないですね。では、そうだな、仮にですけどショートインライン i1 でやってくると仮定して、で動かしてみますか。で実際あの間違ってるとコードのアサートで引っかかるはずなんで、なんでまあそれで分かりますね。ちょっと動かしてみましょうか。こいつをまず、ショートインライン i1 に変更しておきます。でここですね、ここ s バイトになりますよね。そうすると受け取るのがね、で s バイトでは困るので、まあしょうがないから、まあ無理やりですけどバイトにキャストしといて、そいつを使うようにしますか。こんな感じで、例外が発生した場合は、想定される値をそのまま出したいかな。いやこっちをやっぱり出したいかな。変換した結果を出したいかな。でもなんかあれですね、 IL のコード上マイナスの値が指定されてマイナス値を指定してしまった可能性が、あ、まあ、あるけどあんま関係ないか。まあ細かいですね。まあいいことにしましょう。これじゃあこれでアプライに、値が渡せました。そしてもう一つ問題があって、このアプライの実装がダメなんですよね。というのはこれはアプライ渡されました。そしてここの中でソースコードを生成します。問題はこの今やろうとしているロードロック A っていう命令はこれですね。これはこの指定されたあのローカル変数の値をプッシュするんではなくて、この値が存在するアドレスをプッシュするんですよ。 A ってついてるんでね。なので出力されるソースコードがこれでは、ま、あの現状のこのアプライのままではまずいんですよね。で、どうまずいかなんですが、これ意外と根が深いかもしれないですね。そうでもないのかな。アドレスを格納しなければいけない。なので、ちょっとですね、このアプライ、コピーして、でまあ、別の実装をもう一個作ってそちらの方で考えましょう。既存のものはこちらを使うようになるので、影響が少ないですね。アプライ、アプライ with アドレスみたいな、なんか適当なオーバーロードが重なってしまうのでちょっと名前だけ変えてそっちを呼び出すようにします。そしてここの中で問題なのがアドレスですね。ちょっと今ねここにそのブールだった場合にブールの値がブール型って合ってないような、C99 じゃ合ってないような感じになっていて数値としても扱えるみたいになっているので、そこを厳密にするためにここに式を挿入するみたいに前は実装したんですね。だけどここアドレス演算になるのでちょっとここどうするのか今さっと出てこないので、まあちょっと無視してそれ以外のものについてどうなるかを考えると、そうするとここもなかなか厳しいですね。これ指してる型を無理やりイント32にしてるんですよね。ちょっとこれも置いときましょうか。まず平凡な式がアドレスを渡すっていうことでどういうふうになるのかっていうのを先に考えておきましょうかね。でですね、まずターゲットタイプな、ターゲットタイプはローカルになっている。そうか、今これあれですね、ローカル変数のその宣言を取り出してきて、そこからそのターゲットタイプ型を得てるんですね。これ
ここ、よく見ると、バリュータイプになってますね。で、ここの、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプという型が加工に格納されているってことになるので、ここに来た時にその、まあ、任意のそのバリュータイプの型がこのターゲットタイプに入っていると、ローカルタイプなんね。で、その値をプッシュしてるんじゃないんですよね、これプッシュスタックで。これはその今のバリュータイプそのものなんですけど、今からプッシュする値ってアドレスじゃないですか。なのでなんて言ったらいいのかな、一言で言うとこういう感じなんですよ。わかりますかね。要するにターゲットタイプ型ではなくて、ターゲットタイプへのアドレス、ポインターというかアドレス型をプッシュしなければいけない。でないとなんか型が合わなくなっちゃいますよね。ポインターが入ったポインター、まあ、アドレス参照が入って、アドレスが入っているにもかかわらず、バリュータイプをそのままプッシュしちゃったらおかしいですよね。どうすればいいか。ターゲットタイプではないですね。ではアドレスを表現する方法をどうするか。これちなみにターゲットタイプってシステムタイプですね。ここに出てますけど、タイプクラスです。で、アドレスを表現する方法っていうのはいくつかあります。で、それをですね、そういえば、あれですね、図に書いて説明してなかったので、ちょっとだけまとめておきましょうか。ドットネットの世界では、いわゆるポインターというかですね、その参照と呼ばれているものを表現する方法が、1、2、3、4種類あるのかな。4種類あります。1が、これが、なんて言ったのかな、オブジェクト、オブジェクトタイプに対するリファレンス。これはリフレクションというところの、リフレクションというところの、なんだ、イズクラス、トゥルという式を、満たすもの、満たすもの、オブジェクト参照ですね。まあ例えば、システムストリングとかシステム URI だとか、まあ無数にありますよね。普通にクラスを宣言して、でそれぞれ new で作ると、そういって参照ですね。なのでこれが1番に相当しますね。でそれから2番がシステムイントポインター。もう一つね、あんまりなんか実はあんまり使うことないんですけど、システム U イントポインターっていうのもありますね。これはプラットフォーム依存、ディペンデント、ストレージサイズつまり、例えば 32bit とか 64bit だとか、その動かしている環境によってサイズの異なる、値を格納できると。これはもうちょっと言うと、int ptrt ですね。C 言語でいうところのイントポインターキーに相当する値ですね。そして IL では、ネイティブイント。ちょっと字があるか。切れてないか。切れてない。はい。IL ではネイティブイントって呼ばれてますね。あ、じゃあ C じゃない。
こんな感じですね。そして3、これね、なんて呼んでるのかな、ちょっとね、正確な名称はあんまり知らない、知らないですよね。これ、まあいいか。俗にアンドと呼ばれてるやつ。これは、マネージド参照って呼んでいいのかな。マネージドリファレンス、こいつは分かりやすく言うと C シャープで言うところのレフなんとかとか、例えばレフイントとか、アウトイント、これ引数でレフとか指定しますよね。そうすると、その呼び出し元のその呼び出し元にあるストレージを指している間接的な参照を引数として渡せるみたいな、そういうキーワードありますね。レフとかアウトの方は、まあ、同じように渡すんですけど、必ずアウトプットされる方向にしか働かないみたいなことを想定できるんですけど、これですね、アンドで表されるもの。そして、4番目がアスタリスクで表されるもの。これはアマネージドポインター。これはつまり、C シャープでいうところのアンセーフとかフィックスとかで、得られるポインター型ですね。あれがこれに相当するはずです。確か。この4つですね。参照として扱えるものはこの4つです。で、そのうちですね、なんかシステムイントポイントはね、なんか今一つ、なんかこう、分かったような、分かんないようなみたいな。っていうのは、オープンコードの説明とか読んでいて、ネイティブイントって割とよく出てくるんですけど、実態は確かにシステムイントポインターなんですよ。C シャープで普通にシステムイントポインターって書くと、そうやって IL に落ちると確かにネイティブイントになってるんですよね。なっているので、1対1で対応しているものであることは間違いない。なんですが、まあ、C に落ちたときにね、イントポインターキーになるのと同じように、こうなんていうの、そのポインターが指してる先のものっていうのはなんか不明確ですよね。単なる数値として見ることもできるし、具体的な何かを指している可能性があるけど、その何かっていうのはよくわかんないみたいな風になっています。で、マネージドリファレンスと呼ばれているものは指しているものが明確になってるはずですね。少なくとも C シャープで書けばそうなる。っていうのは、マネージドリファレンスはこういうレフとかアウトとかなんかこういう宣言でもってその呼び出し元から与えられてくるので、これがおかしいな値になってるってことは普通には考えにくい、まあ、意図的にね手で IL を書けばできるかもしれないですけども、なのでまあマネージドと呼ばれていると。でアンマネージドポインターは我々がそのC シャープでアンセーフブロックでフィクストでポインターを得た時のそのポインターの型ですね。これC シャープの中ではかなり異質で、ドットネットの中でもかなり異質かな。なんかこれって具体的な型が与えられているにもかかわらず、規定一番下の規定クラス根っこですね、ルートの規定クラスがオブジェクトではないというね、なんか扱いにくいものになっていますっていう4つがあるんですが、今回やってる、ロードロック A はですね、この3つかな？多分この3つ、2、3、4をなんか取得するための、
取得というか、結果的にこれらが取得できると言ったらいいのかな。いやでも違うかな、3だけかな、なんかちょっと分かんない、そこの部分はあのまだはっきり分かってないんですが、とりあえず今やるのは間違いなくこれですね、3です。3なんで、他のやつはまたあのおいおいやることになると思うんで、あのまあとりあえず今あんまり深入りしないようにしておきましょうか。マネージドリファレンス、つまり、何をやろうとしているかというと、ローカル変数、ローカル変数を定義します。例えば、int ローカル1とか定義しますと、でこいつに対する参照を得たいんですよね。ちょっとね、今これ C シャープで書こうとしたけど、ちょっと難しいので、やっぱり C 言語で書くとすると、int 32t で、int 32t アスター local はイコール and local はみたいな、これですね。ここの部分。これをここに入れる。これは、ロード6A かな。に相当すると。まあちょっと、これはまたあのローカル変数にサクッと代入しちゃってるからなんですけど、まあ意味的にはこういう感じなんですよ。なので、こういうような、まあちょっと今略して書きましたけど、 C 的にはだいたいこんなようなコードを出力する必要がある。 C 言語のソースとしてはこういうコードを出力する必要があります。どうやってどこに and をつければいいかとか、さあ、あのそういうことですね。そこがポイントになると思います。はい、で、ターゲットタイプは、その今、目的にしようとしているバリュータイプですね。バリュータイプの方が渡ってきます。なので、これをそのままスタックへ積んでいるわけではなくて、これのポインター型をスタックに積んでるんですよね。で、ポインター型といっても先ほど言ったように主にこうポインターというか参照というか、参照の値としても4種類考えられるんですけど、3番目の and で示したマネージドリファレンスに対応する方でないといけないと。で、そんな方一体どこからやってくるのみたいな話なんだけど、実はあるんですよ。あってですね、どうするかというと、マネージドリファレンスタイプはターゲットタイプで、メイクバイレフタイプってやるとそうなるはずです。なんとなくそうなるような気がします。これ面白いですね。あのメイクのところ興味深いのがいくつかありますね。メイクアレイタイプとか、メイクジェネリックタイプとか、メイクポインタータイプですね。あのこのメイクポインタータイプというのが多分さっき見せた4番に相当する、これでいうとこの4番のアーマネージドポインターに相当すると思います。そういうあのポインターの型を作る。で、今回はマネージドリファレンスなので、メイクバイレフタイプっていうので作れるような気がしています。引数はいらないですね。はい。で、そうすると例えばですけど、このターゲットタイプがターゲットタイプが、まあ、イントだったとすると。そうすると、メイクすることによって、メイクバイレフすることによって、多分こんな感じになる。こういう感じになる。と思います。なので、こうかな。こういう感じですね。こういう感じになる。なので、これをスタックにプッシュするということですね。で、そのプッシュされた型についてはこれで良くなるんですが、
懸念がちょっとあって、これ具体的すぎるのは大丈夫かなって気はちょっとしてます。これイント、まあ、イントアンドってそのまま呼びましょうか。イントアンドという方がスタックにプッシュされますと。これポップした時にね、イントアンドっていう厳密すぎる方がポップした方へ渡るので、そこで正しく動くようにちょっと大丈夫かっていうのを確認しないといけないですね。何を言ってるかというと、もうちょっと掘り下げるなら、これを例えば、無理やりイントポインターにした方がいいのかとかですね、まあそういうことです。まあ、それはちょっと分かんないです。ポップした後、出力する、ソースコードがうまく動くようにするために考えなきゃいけないんで、なんかちょっとこれでいいのかどうかまた後で検証することにしましょう。そして、実際の、これでスタックに積んだのはあくまでもそのシミュレートというかですね、フロー解析のために、プッシュしているので、実際の式としてどうやって出力するかなんですけど、これはローカル変数のその位置ですね、こういうふうに指定してますけど、こういうことじゃないですかね、アンドと。こうするとアドレスがついて、そのこのローカル変数へのアドレスが、こいつに代入されるっていうような流れになるんじゃないかなと思いますね。おお、ということはですよ、このシンボルの、これって例によってアンダーアンスコアンスコスタックゼロアンスコなんとかってなってると思うんですけど、今まではその後ろ側に片名がついてたと思うんですよ。でこれまずバリュータイプの名前が来ますよね、確実に。もうちょっとじゃあ現実に即した、名前にしてみますか。これでこれかな、この名前ちょっと、まあ名前空間とかちょっと省略しますね。これでもともとはこうなんですよね。ターゲットタイプにはこいつへの型がやってくる。で、ここでメイクバイレフタイプすることによってこういう型になる、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプアンパサンド。で、これシンボル名得たときってこんな感じになる。例えば0かどうかわかんないですけど、スタック0のこう、このターゲットタイプをそのまま使うんであればになると思うんですよ。なんですが、これ今参照型にしているので、こう後ろにアンパサンドついてますけど、参照型ですよね。でそれをこういう名前にすることはできないじゃないですか。このね、マネージドリファレンスタイプを単にネームプロパティとかで取り出しても、こういう名前にならないかもしれないですね。そもそもアンドにならないかもしれないし、アンドって出てもらうと逆に困りますね。C 言語のソースとしてはこれ要するにアンド演算子になってしまうんで、このままじゃダメで、例えばですけど、例えばアンドとかアンプとか、あるいはなんかそんな名前ではなくって、まあリファレンスとかつけるとかですね、なんかしないといけないですね、ここに。っていうのが課題として、おそらく、ここのプッシュスタックするときに名前をマグリグされた名前を生成してると思うんですけど、あそこのところで何か対策をしてやる必要があるっていうのが分かります。はい、なかなか深い話ですね。で、まあそういうふうにしてシンボル名は、正しいシンボル名がプッシュスタックすることによって得られると考えれば、まあ単純にここの左辺にそれを指定すればいい、右辺はこのローカル変数にアンドをつけて、その、アドレスが計算されるようにしてやればいいということで、ロードロック A の実装についてはこういう感じで、ここの部分はいいかなと。じゃああとですね、さっき保留にしたブールだとかこの辺の処理ですね、この前半の処理、これが正しいかどうかを考えてみますか。まず、対象としているアドレスを、格納領域がバイトだとか S バイトだとかいう場合も全部、イントに変換するってやっているのは、なぜだったかというと、
評価スタックにこう値を入れていきます。例えば、int の i32 の123とか i64 の45678だとかいうふうにスタックにプッシュしますと。でここで大前提になっていることが、なんか痛い目を見ながら判明しましたね。それは評価スタックの最低サイズは32ビット、あの1個の値につきね、32ビットで以上でなければならないっていう制約がどうもあるということが分かったということで、例えば、なんだバイトの値、バイトの123とかをスタックにプッシュするする場合でも、ここで暗黙の型拡張が大きい、結局 i32 の、123という値がプッシュされるっていうのを、以前の、実験で確認しましたよね。でここはまあその担保をしてるんですよね。そのローカルタイプが、8ビットとか16ビットとかいう式だった場合は、自動的に32ビットの値としてプッシュされるというふうに、教えてやる必要があるので、ここでその担保をしていたと。じゃあ、今回のこれはじゃあ例えば、バイトの、ローカル変数領域だからといってで、これを拡張しなければならないかというと、そういうわけではなくて、スタックに格納するのはあくまでもポインターを格納するんですよね。もう一度言うと、今からやろうとしているのは、ちょっとこれこうしておきますね。わかりました。で、今からやろうとしているのは、まあどっかに存在する、例えばバイトでいいですか、バイトの値、これがメモリ上のどこかに存在します。これローカル変数にあるのかもしれないし、スタックにあるのかもしれないですが、ロードロック A でやることって、これの参照、まあアドレスというか、これをここへスタックにプッシュするんですよね。そうすると実はここに入る方って int32 とか int64 じゃなくて、int ポインターキーだとか、まあこれバイトなので、バイトのポイント、バイト、ちょっとこう書くと紛らわしいかな、こう一応マネージドポインターってことにしておきますか、バイトアンドみたいな感じでのほにゃほにゃっていう値をここへ格納するんですよ。なのでさっきの if 文の判定で無理やりそうバイトだったからイントにしてはまずいですよね。強いて言うなら、ここはそのバイトの、マネージ参照型を、格納するってことにしなければいけないので、あの変換は、やってはまずい、やってはまずい。じゃあどうなるのかということなんですが、これなくていいですね。ここの判定ないと、例えばバイトが、ローカルタイプがバイトでした。でそうするとターゲットタイプバイトです。バイトに対してメイクバイレフタイプすることで、これってこういう感じですよね、イメージ的には。で後の流れは一緒ですね。ローカルのこれが、おそらくバイト型になっているはずなので、そいつのアンドで、アドレスを計算して、でこちら側のそのシンボルの方に代入するみたいな式になるので、特に何も判定しなくてもいいってことですね。じゃあ同じように、この上の方も確認すると、これローカルタイプがブールの場合、ブールの場合は、ブールはさっきちらっと言ったように C99 でのそのアンダースコアブールっていうのはちょっと特殊な型で、数値としても数値型として扱うこともできるみたいになっているんです。緩い感じになっているんですが、まあ、それを厳密にするためにこういう式を挿入していました。でも今やろうとしているのは、ブールの代入ではなくてブールのポインターを代入するという話なので、
結局ね、これもあのさっきのバイトとかと一緒で、あの何もする必要がない。ここは全部いらない。こういうことじゃないかと思うんですよね。じゃあ実際にブールがやってくると、ローカルタイプブールです。そうするとターゲットタイプはブールです。で、そいつのメイクバイレフタイプするってことは、タイプオブブール&みたいな型を取得することになる。で、そいつを、プッシュする。で、だから結局プッシュされる型っていうのは、ブール&っていうあのマネージド参照が格納されることになると。で、それに対する適切なシンボル名がまあ得られたとして、で、そいつに対して代入します。このローカル N はきっとそのブール型を参照していると思うんですけど、そいつへの&なので、ついつま合ってますよね。なので、まあ、こういう感じで、特に何もする必要がないってことですね。ああ、なんかすっきりしましたよね。で、ここまで来ると、アプライの方はこういうふうにいろいろ、その場で、式を、足したりとか、型を変えたりとかやらなきゃいけなかったけど、アドレスの演算の場合は特に何もする必要がなくって、唯一そのアドレスを生成するために&をつけて、式を生成すればいいということで、だいぶ違うので、実装が違うので共通化する必要はまあこの時点ではないかなと。なのでそのままこういうふうにApply with address みたいな感じで呼び分けしてやればまあそれでいいかなと、実装としては。はい、こんな感じですね。これでロードロック AS については OK と。で、あと、さっき言ってた、このプッシュスタックですね。プッシュスタックの時に、このマネージャーリファレンスが渡されたら、その名前は正しいシンボルになって返ってくるのかどうかっていうのを確認しましょう。まあ、今多分返ってこないと思うんですけど、なので、これの実装をちょっと確認すると、プッシュスタックでターゲットタイプが渡されます。それは、これで、ゲットアートまたは、型がない場合、スタック、リストのスタック、あ、じゃないです。ここかな。スタックインフォメーションホルダーのゲットアートに行きます。ここで、ターゲットタイプが渡されてきます。で、この型で、すでに存在するかどうか確認して、存在したら、まあ、それをそのまま返す。そうじゃなければ、ここで名前を生成してますね。スタックなんとかっていう。で、結局それは、utilities の get c ランゲージタイプネームに落ちると。なので、こいつの中に、その、マネージド参照型が渡ってくるんですよ。じゃあ、こんな範囲行きましょうか。あれね、画面。あ、来た来た。こいつへ飛びます。で、ここを見ると、ああ、そういえばそうだったよね。ブールだったら、あ、ブーリアンだったらブール、バイトだったら uint int みたいな感じのコードが今つらつらと書いてあるということですね。なので、ここにそのマネージド参照だった場合っていうのを新たに追加すればいいですかね。今だとそのままフルネームに落ちると思うんですが、そうするとなんかかなり変なのが返ってくると思うんですよ。シンボル名として。マネージド参照の場合は。なので、それはまずいので、ここで、マネージド参照を判定します。is, by ref。これですね。is by ref。となっていたら、どうしましょうね。バイレフは C で言うと、例えば、int32t に対するポインターって、int32t アスターみたいになりますよね。こういう感じで。ということは、タイプ、フルネーム、足す、アスタリスク。みたいな感じにすると、そうすると、その型が作り出せる。ただ、これって、この int32t ってフルタイプ、フルネームから得られるわけじゃなくて、ここで変換してるんですよね。
で、まあこれは再起呼び出しをすればいいってことなので、get C ランゲージタイプネームを、この、このバイレフを外した状態の、あの型に対して、呼び出してやれば、そうすればイントタニサニーキーというのが得られるので、そいつにアスタリスクを付け足して返してやれば、型が型名が完成すると。そいつはですね、デリファレンスドタイプイコール、あ、ごめんなさい、間違えました。イコール、タイプが今これ、バイレフの型ですよね。なのでどうやんだったかな。ですね。要するにあのメイクバイレフタイプの逆を行うってことですね。それはリフレクテッド違うな、ストラクトレイアウト違うね。アンダーライニングシステムタイプかな。ちょっとなんか違うような気がするな。どれだろうな。メイクバイレフあるんですけどね。ゲットなんとかかな。ゲットジェネリックじゃないですね。ゲットイーナムでもないですね。ゲットエレメントタイプかな。なんとなくそんな気はするんですが、ゲットリファレンスなんとかとかないですね。あとは下の方を見てもメイクなんとかありますけどないので、やっぱりメイクエレ、ゲットエレメントタイプかな。これで得られるのがイント 32t の型が得られると思うので、なので自分自身を再起します。ゲット C ランゲージタイプネームでデリファレンスドタイプを呼び出すと、多分イント 32t みたいなあの型目が得られるので、そいつにアスタリスクをつけることによって、バイレフが完成するという感じですね。これまあなんとなく流れ的にはあのポインター型も一緒のような気がするんですけど、まあポインター型やるときにあのここにねオアをつけてやれば同じことになるので、まあこんな感じでとりあえず今は実装しておきましょうか。この判定は上に持っていくべきか否か、まあ別にどっちでもいいですね。バイレフ、これらすべてバイレフ型じゃないので相互配達になっているので、まあどこにあっても一緒ですね。なのでこんな感じでいいと。はい、じゃあこれで型名もおそらく正しく取得できるだろうということが決まりました。はい、これもいいですね。これもいい。でこうですね、プッシュスタックされます、問題ないですと。はい、ああなんかロード 6A あの時間かかりましたけど、まあ、こんな感じですね。ちょっと動かしてみましょうか。あのその後が全然ダメダメなんで、あの全くダメですけど、ここまではあの動くような気がします。コンバターテストで、こいつに対して、デバッグテストしてみます。あ、なんか出ましたね、アサーションが。これなんだ。あ、オペランドタイプ違うみたいですね。あ、ショートインラインバーになるんですね。ああ、なるほど。ちょっと、多分今見ようとしてるのは、このロード 6AS ですね。間違いないですね。これがショートインラインバーになる。あ、そうなんですか。知らなかったです。じゃあ、まあ、あのこいつを使う、規定クラスを定義して、でそっちにあのすげ替えてやればいいですね。はい、じゃあ、こいつをコピーします。そしてまあついでに型もあの、S バイトではなくてバイトにします。ショートインラインバーコンバーターで、得られるオペラントタイプはショートインラインバーになりますよと。で、フェッチする型をフェッチバイトにしておくと。これで全てツイズファーがありますね。で、出来上がったこの規定クラスをロード 6A に、
継承させます。ここですね。でそうすると、ここが、アプライの引数が S バイトではなくてバイトになりますと。そうするとここで変換する必要もなくなり、ローカルインデックスをそのまま全部持って回ればいいという話になると。こういう感じですね。はい、じゃあこれでもう一回動かしてみましょう。はい、あ、来ましたね、ここまでね。はい、アプライウィズアドレスまで来ました。ローカルインデックスは0ですと。はい、いいですね。で、ターゲットタイプを見ると、名前は、このアクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプになってますね。で、こいつを今から、メイクバイレフタイプで、そのバイレフな、マネージド参照を作り出します。よいしょ。はい。そうすると、マネージドリファレンスタイプは、アクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプ、アンドとなってますね。なっているので、これでマネージド参照の型が取得できたと。で、こいつを使って、プッシュスタックします。さあ果たしてちゃんとした名前が得られるのか。シンボルネームですね。ああなんかいろいろダメですね。ああなるほど。これ今シンボル名としてスタック0の IL2C ドットもダメですね。コンバーターテストプラス、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプアスタディスク。間違ってますね。いろいろ間違ってますね。ああそうか、なるほどね。今まではイント32とかイント64っていう単純な型を使ってたので、Git C ランゲージタイプネームで それらに置き換わる単一の名前空間とかの何もないイント 32t とかイント 64t とかいう単純な名前に置き換わっていたので結果的についつま合ってたんですけど、このシンボル名を作るときにここの後ろに結合するこの名前ですね、これはそれじゃダメってことですね。どうすべきかなんですけど、レフタイプがなければマネージド参照について考えなくていいんだったら、なんかどをアンダースコアに置き換えた文字にするだとかなんか考えればいいだけのような気がするけど、マネージド参照の話もあるんでそれだけじゃダメですね。ちなみにこれオズコードが、結果を出してますけど、後半はいいですね。ローカル0、ローカル変数0の、アドレスを、計算すると。だからこっち側だけ直せば一応辻褄ありますね。どうしましょうね。これは UTT 何かあったかな。UTT の、Get C ランゲージタイプネームが今我々がやったコードなんですが、それじゃあダメで、これニューリメリックプリミティブですね。あと Get ライトエクスプレッションも違います。 Get フルメンバーネームこれも違いますね。そうか、以前、ドットをアンダースコアに変換するってやっていた、リプレイスでやっていたのは、ちょうどなんか、前検索した跡が残ってますけど、これは別の場所でやってたんですね。UTT 化してないか、まだ。どこかというと、コンバータ、この辺で手動でやってたんですね。なるほど。これややこしい問題があって、今デバカでちょっと見えたんですけど、インナークラス、インナータイプと言いたい、インナータイプつまりクラスの中にクラスがあるとかそういうような場合に取得される名前ってプラス記号でくっついてくるんですよね、ドットではなく。で、
その辺もまあ全部そのアンダースコアとかに置き換えなきゃいけないので、そのことを考えて再帰的に探索できるようにしたものがこれかな、ゲットフルメンバーネームなんですよね。ここはまあ再帰的とは言いながら平たくやってるんですけど、指定されたそのメンバーに対するその外側の外角となる方を、全部そのトラバース、内側から外側に向かってそのリンクリストをたどって、追いかけていって、それらを全部結合したものをドットノーテートすることによってなんかその位置な名前を作り出すみたいなことをこのゲットフルメンバーネームがやってるんですよね。で、これと同じことをすればいいのかな、第一段階としては。さっき ILCC.ほにゃほにゃ、プラス何々みたいな感じで出てたので、そこについては、全部ドットで区切られるみたいな感じ の, 対処が、このメソッドを呼び出せばできると。そうですね、それは、これがいかんですね。この、今 の, get C ランゲージタイプネームのこのタイプフルネームがまずいですね。これが要するにプラスとかを含んでしまう文字、名前を出力してしまうので、なので、こいつはこうすればいいんじゃないですか。単純に。タイプクラスも実は、メンバーインフォを継承しているので、なので、これで、全部アンダースコアで区切られた名前として返される。あ、じゃあ、ドットですね。ドットで区切られた名前として返されるような気がします。ただですね、今のこの、マネージ参照の方、スタディスクにしてますけど、これどうするかですね。ただシンボル名だけなんですね。シンボル名だけが、こういうアスタディスクとかもちろんダメだし、ドットノーテートもダメなので、問題があるのはあそこの、そのシンボル名を生成しているところだけなんですよね。なのでそこだけで対処した方がいいような気がしてます。それはどこかというとコンバータかな、コンバータじゃないかな、レコーデッドコンテキストかな、レコードコンテキストかな、こいつのどこだったかな、これはラベルですね、ないな、これですね。ゲットアート、ここですね。ここでシンボル名を組み立ててるんですけど、この1ですね。これをどうにかしなきゃいけなくて、これ今、ゲットラン、C ランゲージタイプネームを使っているので、どうしましょうか。じゃあ、こいつを、タイプネームって形で一旦、生成しときます。そしてここでこのシンボル名を生成するときに、まあ、例によってリプレイスしますか、ドットはアンダースコアに置き換える、間違えた、こういう感じですかね。ドットだったらアンダースコアに置き換える、そうすると全部アンダースコアで結合される。さらにポインターですね。ポインターはアスタディスクがどういうふうに含まれるのかな、最後に1個だけとは限らないような気もちょっとしている。ポインターのポインターとかですね、作れるなくはないかな。難しすぎてわからないのでそれも単純に置き換えていきますか。アスタリスクがやってきたら、じゃあレフとかにしますか。なんかちょっと短すぎる、要するにシンボル名が重なってしまう危険性が増えるんで、あんまり単純な名前だとなんかちょっと良くないなとはいう気はするんですが、何しろこれスタック操作なんでね、
複雑な名前になっても、ならなくても、普通に使ってる限りはこう目につかない変数になるので、まあリファレンスとかちょっと長めにしておきますか、念のため、安全のためにね。はい、これで、正しいコードにで、あ、正しい、コードが出力されるようになるはずです。もあのまだ完成してないですけどね、ここまでは、うまくいくんじゃないかという気がします。じゃあ実際に動かしてみましょう。終わっちゃいました。なんで、なぜですか。あれおかしいですね。ごめんなさい、コンバートの中で死んでるんで、でもおかしいな、なんか例外が出なかったのは変な気がする。まあまあいいや。じゃあこれで、まあ来ましたね。で、問題の箇所は、ロードフィールドではなくてロードロックのここですね。ここへ来るかっていう話で、でここへ来るかという話ですね。はい、あ、来ないですね。そうするとこのショートインラインバーのあたりかな、ショートインラインバー、ここへ来るかですね。あれ終わっちゃいますね。一体何だ何が起こっているんだ。じゃあ、ゲットルシーランゲージタイプネームとかあの辺で先に何か問題が起きてるかもしれないですね。エクセプションセッティングスで全ての例外が発生した時に止まるようにして、あ、来ましたね。インバイトオペレーション、シーケンスコンテインス、ノーエレメンツ。はあ、なんだ。これはメンバーがシステムボイドが渡されました。どういうことなんだろう。デクレアリングタイプは、ヌルです。メンバーのデクレアリングタイプはヌルです。それのファーストのネームスペースは得られません。これメンバーインフォにタイプを渡してるからかな。タイプがシステムボイドだと、そいつの、外郭の型ってないんですよね。だから、デクレアリングタイプは当然ないのでヌルになる。で、そのままトラバースにかけると、そうすると、0個のシーケンスになるので、結果は0個の、トゥアライしてるんで、0個の配列になってるんですね。それでその後ファーストを取ろうとしてるか失敗している。これってどうせいいのかな。メンバーからトラバースすればいい。ただそれはメンバーがタイプの場合に限るかな。なるほど。メンバーインフォは、タイプクラスは、メンバーインフォ継承してるとは言っても、このままじゃダメで、タイプが来た時だけ、自分自身を含むようにしてやらないといけないですね。微妙やな。微妙やな、どうしようかな。それは、じゃあこうしますか。2つに分けます。1つは
プライベートにしときます。そしてここに渡されるものもデクレアリングタイプみたいにしますか。ここがそのままこれに変わります。ただね、メンバーの名前が必要なんですよね。でもタイプが指定された場合ってそのタイプの名前自身がそれなのか。あー、なるほど、難しいですね。じゃあここも潜在的に問題が変わるってことかな。デクレアリングタイプがもし存在しない、あのタイプではないメンバーが来る場合、これね、もうあの実物を見たことはないんですが、グローバル名前空間にて、あ、グローバルである必要はないから なんかその要するに任意のあのクラスとか構造体の中ではなくて外側にメソッドを定義できるんですよ、確か IL 上は。 C シャープはそれを許してないので書けないですけど、普通でもそれできるはずで、そうなるとデクレアリングタイプってヌルになるような気がするんですよ、あのメソッドインフォに対して。なそういうのがここにかまされた場合にやっぱり同じように例外で刺さってしまうので、そいつに対する対処という意味でもここでやらないといけないんですね。このメンバーインフォのデクレアリングタイプが、存在しない場合、どうしようかな、どうしましょうね。まあここで if で分けるしかないか。デクレアリングタイプがヌルじゃなければ、既存のこのコードを使ってトラバースしてスループする。そうじゃなければ結局メンバーは単独で存在しているということなので、直接こんな感じに出力する。これいろいろ難しいですね。名前空間まずないですよね。名前空間ないので1個要素が、ちょっと見にくいかな、1個要素が減ります。そしてこれはまずなくなりますね。それからドットノーテートで区切っていきたいけどそれもない。あー、ということはメンバーネームがそのまま変えればそれで終了ということですかね。こういうことか。あー、まあこうなるしかないのかな。あるいはなんかあの、なんだっけ、 C シャープにならんのかな。 C シャープに習ってなんかこんな感じになるんですかね。ちょっとこの記号本当にこれで合ってるのか自信ないで、あのよく見るんですよこのグローバルコンフォーマンスっていうのは、その、グローバル名前空間、つまり名前空間がないところに、そのメンバーがあるみたいな感じで示すときに、このグローバルコンフォーマンスっていうのをよく見るというか使うんですけど、果たしてこれはそのままこの名前でいっちゃっていいのかどうかっていうのがよくわからないので、ちょっとそのままメンバー名を返すみたいな風にしておきますね。はい、これでいいはずかな。これでいいはずなので、本当かな。メンバーインフォのメンバーですよね。ここにタイプが渡ってきた、タイプ名だけしか出ないですよ、ここに。なんかそれまずいような気がするな。これはメンバーに対してフルネームはないですよね。メンバーネームしかないんだな。じゃあ場合分けするしかないのか。if、例えば。タイプイコールメンバーパーツタイプ、タイププラスのインスタンスそのものだった場合はゴニョゴニョ、そうじゃなければもうもはやどうしようもないので、メンバーの名前だけを出力する。タイププラスのインスタンスであった場合はここはねどうしようかな。
タイプクラスのインスタンスだったら、難しいですね。それはでもいいか、フルネームでそのまま取得すれば問題ないと言えるのかな。あと、インナークラスだったりインナー構造体だったりする問題はデクラリングタイプがで判定されるので、上のこの今までの処理と同じことをしますよね。だからそこで、インナークラスをこう、全部数珠つなぎにするっていう処理は行われるか問題ない。下に来てる時点でインナークラスである可能性はありえないので、なのでこいつは単純にタイプのフルネームとやれば、問題ない、文字列が出力されるということかな。ああ意外と罠ですね。はい、これで動かしてみましょう。デバッグ、はい、いきます。あ、来ましたね。で、オペランドタイプは、ショートインラインバーですね。なのでここは通過する。はい、通過しましたね。はい、そうすると、アプライに来ました。でインデックスは0です。で、225以下なので問題はない。そして実際の処理に入ります。で、インデックス0のローカル変数の情報を取得し、そしてそいつの型を入手すると、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプという型が得られる。で、そいつに対する、メイクバイレフタイプで参照型を計算する。選びましたね。で、プッシュスタックする。で、ここで、名前が、正しい名前になるかどうかですね。よいしょ。はい。スタック0の IL2C のコンバーターテストのアクセスバリュータイプフィールドテストタイプアンダースコアリファレンスと。長いですけどね。はい、これでいいですね。で、そいつに対する代入式ということになりますね。で、今このオーズコードの出力見ると、スタック0 IL2C コンバーターテストアクセスバリュータイプビルドテストタイプリファレンスイコールアンドローカル0ということで、式もこれで成立したということですね。はい、意外地味になんか時間かかりましたけど。で、これ行くと、この後、フローの解析が続くんですけど、またオープンコードがサポートされてないので、まあ、ここでインバリットプログラムシーケンスエクスプションと。次に対応すべきオープンコードは、イニットオブジェですね。はい。まあ、ちょっと面白そうですよね。なんか、既存の関数の呼び出しに展開しなければいけないので、まあ、どんな感じで実装しなきゃ。まあ、ちょっと長くなったんで、今回はここまでということにします。なので、次回は、イニットオブジェの呼び出しを、IL コンバーターを書くと。で、あと、ロードロックエースは今やったからいいですよね。で、あと、ST フィールドですね。ST フィールドを、サポートすると。まあ、そこまでやれば、こいつが動くようになるということでですね。これをやれば、バリュータイプのインスタンスフィールドに対するアクセスのサポートができたということですね。ちょっとインスタンスメソッドまで呼び出しはまだできてないですけども、まあそんな感じで、とりあえずいい感じにいってるんじゃないかなと思います。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。